Solche zeitfressenden Quests, ich hasse das. よし、見つけたぞ。僕でもなんとか勝てそう。
Mein Gott, ey, echt. でもなんとか勝てそう。ブルマさんの家はどこかな。Handwerk und so immer das Letzte ist. Achso, na klar, hat sie ihren eigenen Reiter. Und endlich mal wieder Story. さあ、宇宙船の方はバッチリ完成よ。ごはんくん、出発の準備ができたら教えてね。出発したらしばらく地球に帰れないから。準備はしっかりしておくのよ。はい。出発の準備はもう大丈夫？オッケー。それじゃあ私は宇宙船の最終確認をして、亀ごはんくんは先にクリリンくんと。ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよごはん、その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにってお母さんが。なるほどね、大変だなお前も。頼んだぞ、絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カム仙人さん、行ってきます。
毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地ナメック星。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその基地に戻り、瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知る。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ。あれは俺のものだ。そしてブルマたちが地球を立ち、34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー、ナメック星到着。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ。反応がやっぱりあったのよ、ドラゴンボール。本当だ。やったやった、ヒャッホヒャッホヒャッホ。クリリさん、あっちに強い木が。木？本当だ、やたら強そうなすごい木。それにちょっと邪悪な感じの木が。どういうことだ。大丈夫だってば。それにそっちの方向なら、ほらレーダーの反応でボールが4つ集まってるところ。そうか、そうだよな。なんだ、ナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。消せ、悟られるぞ。はい。ベジータだ、あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。さん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ゴアン。はい、わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。ん？いい？そんな。ちょっと、なんでまたあれが来るわけ？いやいや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大
切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。そうだから、ソン君たちに伝えて、頼んだわよ。じゃあそれじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐにソン君を連れて戻ってくるから。クリリさん、誰か来ます。え、サイヤ人。違う、ベジータじゃない、もっと弱い気だ。多分ナメック星人だ。この辺りのはずだが。ん、なんだ、ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ。見たかよ、こいつら戦闘力なんぞほとんど。ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずあの宇宙船をやれ。よし。宇宙船だ。運の悪いやつらだぜ。こんな時にこんなところへ来るとはよ。ご飯、木を解放しろ。こいつら大したやつじゃない。やるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人。Es kommen irgendwelche Non-Saiyajins hierher。Ja, sie wollen halt auch ihren nicht vorhandenen Auftritt haben. フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力が一瞬上昇し、偵察の2人を倒した後、再び反応が消えました。それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい、ベジータとは反応が違います。
戦闘力は2つとも1500ほどでした。1500ですか。放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそうですね。今度見つけたら消してしまいなさい。ベジータの始末はキュウイさんにでも任せましょう。クックック、聞こえてるかベジータ。フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるなキュウイ、貴様にこの俺が殺せる。貴様の目は不思議なか。スカウターをよく見てみろ。俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。ふん。Yeah, ich darf Vegeta spielen. Ja. Das Coole ist, ich darf den mit den zwei Kanonen auf dem Kopf gleich erlegen. まさか貴様の方からやってくるとはな。ベジータ、腕を落としたようだな。その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。じゃあいいものを見せてやろう。この俺が地球に行った時、奴らから面白いことを学んだ。け、逃げ足の速さをか。戦闘力のコントロールをだ。バカな。19000。ふん。故障だと思うが。Erledigt。ベジータにセットしたスカウターの数値が22000を超えたあたりで。22000だと？お前のスカウターは旧型だからな。俺ので正しい数値を調べてやる。そんなバカな。俺の新型も故障か。我々の戦闘力を上回るというのですか。死ね。俺とお前は互角の強さのはず。マヌケめ。この俺は絶えず実戦で戦っていたんだ。地球じゃ死にかけたほどの戦いだ。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様といつまでも互角だと思うか。覚悟しやがれ。くそ、
いいことを思いついた。俺も一緒にやらせてくれ。手伝ってやるぜ、フリーザ様。いや、フリーザは俺も前から気に入らなきゃったんだ。なんてねえだろ、くだらん嘘をベラベラと、とことんムカつく野郎だぜ。88.000 EP. ねえ、花火だ。うはあ、ベジータの24000って数はやっぱり本物だぜ。あっさりとキュイのやつをやりやがった。驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですしね。それにしても無謀でしたね。この私に表立って反逆し始めるとは。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持っているといいですね。5つ目のボール、さあ行きましょう。とりあえずここを離れましょうよ。もっと強いやつが。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか。なんとかなりますって。きっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。